日ごとの糧程。2022年11月10日。これはあの、11月9日分を今日はあの読んでいきたいと思います。私は彼らのために、同胞の中からあなたのような預言者を立てて、その口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることをすべて彼らに告げるであろう。新明紀18章18節 私たちは神に認められ、福音を委ねられているからこそ、このように語っています。人に喜ばれるためではなく、私たちの心を吟味される、神に喜んでいただくためです。テサロニケの神道への手紙、第1、2章4節。聖書からのメッセージを語るというとき、神様が命じておられる内容や、神様が喜んでくださるメッセージを語られるべきことが、とても重要なこととして教えられています。 神明記では、預言者の口に私の言葉を授けるとあり、まさに神様が預言者の口に言葉を与え、預言者はそれをそのまま語る必要がありました。まあ、預言者という言葉はあの、聖書で使う預言者というのは、未来を予告するというよりも、むしろ言葉を預かるというね、神様からの言葉を預かって、それをそのまま伝えるという意味合いがあるわけですけれども、まあ、これ預言者にとってはある意味で、 わかりやすいことではありますけれども、時に都合の悪いことでもあったわけですね。うーん、神様が語るとき、遠慮なく、ズバリと真実が語られるわけですから、やっぱり預言者としてはこう、戸惑いとかっていうこともきっとあったと思うんですよね。で、実際に語るのは預言者ですから、預言者は聴衆からも非難されることがあったし、うん、時にそれらのことは非常にこう、 なんていうか、受けが悪いと言いますかね。そういうこともあったはずですよね。ただ、神様が語るメッセージというのは、厳しさの中に必ず許しがあり、優しさもあったはずなので、あの、語って間違いないわけですけれども、まあ、しかし、役割としては、必ずしもそんなにあの簡単なものではなかったような気がします。私個人は、その、まあ、見言葉を託されて、 語るという役割を担っているわけですけれども本当にこの内容が神様の心を喜ばせるものなのかそれとも人を喜ばせるものなのかという吟味の必要性をいつも強く感じています慢心しないことテクニックに依存しすぎないこと神様の心がどこにあるのか静かに吟味しながら準備することがとても大事だというふうに感じていますままだまだ なんか未完成のままという感じがするんですけれどもん、まあ、今朝の言葉をちょっと心の中にしっかりと吟味したいと思っています。良い1日にになりますように